少々でね、港に着きます。今日港に着くのは岡田港ということで、ちょっとね曇っているという形です。さあそろそろね、大島です。はい、大島到着です。ここはね岡田港です。さあこれからねレンタカー屋の車借りて、出発です。夜に雨降るから、夜だって雨降るんだよ、ここ。いつも言ってんじゃん、夜雨降るって。濡れてびしょびしょになったらいいよ。な、そしたらわかるから。な、そうだよ。朝市はここハブ港ですね。ハブ港の方に来ています。さあここでねちょっと風は強いんですが、かえってね、ちょっと気持ちいいぞと、ね、薄曇りで気持ちいいぞというところでここでね、午前中頑張っていくことになりました。今日は円筒かごで、いつものブルーズアイ と、アブの、ね、アンバサダー 6500C と、かごは、10号のかごね、で12号の浮きで、針はね、3号針でね、やっていこうと思います。チヌの3号針ですね。はい、じゃあ頑張っていこうと思います。でしょこれ。全然浮きが沈まなかったんで、で回収したらかかってました。フグですね。もちろんリリースします。綺麗なフグだねっていうか気持ち悪いね。ね釣れたんですけどね、ちっちゃいね、メジナですね。手のひらサイズね、25センチぐらいってとこですね。いやリリースです。努力の甲斐あって潔ですね。いやちょっとでも卵出してるなこれな。そうですね、捨てやすね。いやーよかったね、バッタ甲斐がありました。はい、ね、このイサキはね血抜いてね、刺身でもうまく食えるようにということで血抜いて、それで血抜いて持ってきます。いや隊長と T さんも元気になってきたみたいです。いややっとね一匹釣れて、ちょっとね昼休みしようかなと思います。隊長が何かかけました。何でしょう。お、いい日ですね。あ、イサキですね。あ、イサキだおー、隊長イサキ、ほらやった、隊長、イサキです。やりました。いや、おめでとうございます。小さい、何これ。いや、イ
サキです。でも一応イサキだよ。小さいけどほら、なんかやっぱお腹がへこんでるね。でもちょっと小さいけど、やったよ。やっぱり頑張れば釣れるんだ。ね、そうっす。頑張れば、頑張れば。人間が。早く釣れ。今回釣らないと本当に危険な決定だぞ。頑張れよ。頑張れよ。はい、頑張ります。お、入りました。入った入った。入った入った。入った入った。なんでしょう。おっ、おお、引くよ引くよ。おお、キュキュキュ。うわ、なんか。なんかでかいっす。でかい。なんだろう。あ、メジナだ。メジナでした。メジナメジナメジナ。抜き上げます。大丈夫か。せーの。それー。重た重た重た。よいしょ。よいしょ。はい。釣れたのは、あ、メジナです。口太ですか。口太、まあまあの釣れじゃん。ええー、いいですね。やったじゃん。おめでとうございます。さすがラッキーボーイの力はまだ35、6センチです。ああ、35、6。ありがとうございます。それに比べて、こっちのヘロイカの、体調がまた欠けました。なんでしょう。おお、結構いい日です。いやあ、青いですね。なんだろう。青物だ。サバ缶。あ、いいな。違うな。イナダか。イナダっていうか、ワカシというか。それか、カンパチか。あ、シマアジだ。おお。あ、シマアジ。シマアジだ。シマアジ。おお。まあまあのジャムシマ。いけるか。せーの。おお、おお、いい方。卵から通じたよ。やった、やった、一気に一気にワイカツ様逆転しました。見てくれ、ほら、しまじ、しまじ、ほら、しまじ、これ、これ、おお、でかい、これ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 、すごい、いやー、すごい、しまじ、Tさんがかけました。いやー、かけましたね。おお、しなってる、しなってる。さあ、どうだ。できれば北枕だったらいいな。どうですかね、感触的には。バレるぞ、バレるぞ。緊張の一瞬です。さあ、なんでしょう。お、引く。お、なんだろう、色は。メジダっぽいです。お、白い。おお、いいな。行くか。おお、いた。おお、いった。やったねー。おお、でかい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 。やったー。おお、すごい。やった。すごい。またアイドルに。おめでとうございます。お帰りなさい、アイドルです。やった。はい、入りました。なんでしょう。シマアジであってほしい。入りました。さあ、なんでしょう。すれがかってる。なんだこれ。ありゃー、せーの、ちっちゃ。逆さ釣り、逆さ釣りしました。シマアジのちっちゃいの、逆さだよ。逆さですよ。すごいな。はい、当たりもね、ぽっつりと止まってしまいましたので、お昼の部の釣り終了ということで、場所を変えて、夕方から夜釣りに入っていこうと思います。いやー、楽しかったね。よし、夜も頑張りましょう。丸一釣り具店で餌追加購入です。明日の分も含めて購入いたしました。さあ、じゃあ頑張っていきましょう。
はい、夕方から夜の部はこう岡田校です。天気はねこんな感じで薄曇り、ムシムシというところで、ちょっとベタなぎに強い、近い状態でねこんな感じなんですけども、ここでね、夜にかけて、ちょっとね頑張っていこうと思います。はい、立花丸も入ってきました。うわでかいね。いやすごいでかい。ね、餌はね、オキアミとアミコマセですね。配合餌をちょっと混ぜてねやってます。いいじゃないですか。いやおめでとうございます。ありがとうございます。色合いがすごい。それにこの立花丸のなんかあの色合いもすごいし、なんか色攻めだよ。おいすごい、ありがとうございます。なんか伸ばしてます。大丈夫、やったよ。頑張っていきましょう。薄雲が晴れて日が出てきました。はい、やっとね夜になってアジが釣れました。はい、アジがねやっとね夜になって釣れました。いやー長かった。やりました。サバです。いやー夜になってねサバ回ってくるんじゃないかななんてみんなで言ってたんですけど、回ってきました。うわー、こんな感じの大きさですね。はい、釣れました。さすがにねいい引きでした。はい、またねサバ2匹目釣れました。やりましたね。はい、サバはねこうやってエラ取って血抜いてね持って帰ろうと思います。はい、サバ3匹目です。いやーこいつはちょっとでかいね。いやーすごい日でした。いやね、今日はねサバ3匹釣れたんで疲れちゃったんで、今日はねもう私はちょっと一早く納棺にしようと思います。いや楽しかったね。2日目を頑張りたいと思います。隊長が何をやってるかと言いますと、サバすくいをやっております。 T さんと一緒にですねサバの大群が群がってきてるのでサバすごい、サバすくいダメだ映らないこれじゃ。はい、今日のね、釣果ですけども、まずねメジナですね。メジナとあとイサキでしょ。あとサバがね3匹、それとアジね、アジという釣果でしたね。いやー楽しかったですね。さあ明日も頑張ります。はい、もうねいただいていますけどもね、福山荘のもう美味しい料理いただいてます。隊長今日はどうもありがとうございました。いやおかげさまでいい釣りができました。私も島味すごいですよね。いや羨ましい。サバ網ですくいました。よいすごい、すごいです。これですね。これ、ね、入れましょうかよ。俺は
ありがとうございました。明日もよろしくお願いします。明日ね、はい、明日も勝利しましょう。はい、はい、大島町港2日目。いや今日もね、もう暑い暑い快晴ですね。今日ねスタートはこのね、ハブ港の方から、昼の釣りスタートです。で、釣果が良ければね、ここでね夜釣りまで突入しようじゃないかっていうような感じでございます。いや暑い中ね、みんなね、戦闘準備という形で仕掛けを作ってます。今日もね昨日と同じ遠投カゴでね、昨日ね他のみんなは釣れたんだけど私だけね大きいの釣れなかったシマアジ、これをなんとかね狙っていこうと思います。じゃあ頑張ってきます。あ、隊長がかけました。さあ何でしょう。あ、イサキですね。いや、いいな。おお、いい、まあまあじゃないですか。いいですね。いやいいっすね。最初の調査はイサキでした。隊長がかけました。絶好調隊長。おっ、すごい。黄色してますね。見えじゃないですか。おお、メジナでした。まあまあのメジナです。いいな。さあ入りました。やった、なんでしょう。おお、いやなりそめてたんですけど、なんでしょう。なんかまあまあなんですけど、これはあのなんだろう、おなかとかああいった引きに近いかもしれない。シマアジでやってほしい。両型のシマアジだったら今今日最初のシマアジが取れればね、いいとバラしてたから。なんでしょう、あーメジナっぽいな。メジナの引きですね。色が分かんない。あ、メジナだ。メジナ、あ、メジナですね。いや、メジナですね。微妙なサイズのメジナでした。微妙ですね。なんだなんだ、メジナですよ。こんな感じです。せーの、いや、一緒だった。はい、30はあるか、ないか。オナガだな。さっき俺が釣ったのよりちょっと小さい。でもオナガ今シーズンなんだよね。そうですか。いや、釣れました。よいしょ、釣れれば。まあ、釣れればっていうことで、本日一匹目やりました。よし、はい、来ました。なんでしょう。
あ、なんかまたメジナっぽい感じも。おー、よし。あー、いやー、今度こそ島味で会ってほしい。あ、メジナだ。メジナだ。あ、メジナでしたね。さっきと同じぐらい。メジナでした。つーの。よいしょ。はい、メジナでした。残念。はい、今メジナでした。まあね、よかったってことで。やりました。釣りました。アイドルが釣りました。これじゃあ早くよ。持ってよ。これマイクほら。すごい。おお、やりました。おめでとう。ありがとうございます。おめでとう。すげえ、大物ちゃんを決定。はい、夕方ね、6時を回りまして、やっとスイカができましたね。メジナです。いやー、久々に当たって、嬉しいです。夜の部、イサキがね、回ってきました。イサキ釣れました。やったね。はい、イサキがね、また釣れました。いやー、イサキ2匹。はい、ちっこいけどね、3匹目です。奥山荘で、風呂に入りまして、食事の時間です。隊長、今日はどうもありがとうございました。今回のツアー本当にありがとうございました。いや、でもなんか、まあ、楽しめていただいて本当に嬉しいです、ね、本当にカゴ釣り堪能させていただきましたんで、もう満足でございます。本当にありがとうございました。お疲れ様でした。また、はい、またね、まあ、これで終わりじゃない、また、ね、次もね、はい、秋もありますから、秋どうぞぜひとも来てください。はい、わ、ね、かりました。ありがとうございます、うん。T さん、どうもお疲れ様です。いやー、どうもどうもお疲れ様でした。いや、本当にね、でも島味切り身ありがとうございました。ね、いやその後のね、巨大魚もね、良かったですね。わらさ、わらさだよね。稲田、稲田、稲田ですね。稲田が50何センチからなのかな、わらさ。いやー、立派ですよ。立派ですよね。いや、今日本当にありがとうございました。今回ツアーね、本当にありがとうございました。またどうぞよろしくお願いいたします。はい、おいしいです。ありがとうございます。はい。すいません。Thank you.
Thank you.